待ってるだけじゃダメ。武竜祭の雰囲気はどうだ？気に入ってくれたか？何か知りたいことがあるのか？開封した熟成酒には父さんがよく言っていた言葉が込められていた。今の僕を見たらどう思うだろうか。昔と同じような見方はしないだろうね。そうか。武竜祭の雰囲気はどうだ？何か知りたいことがあるのか？肉親と離れ離れになってしまう苦痛は、不幸であることに違いはないが、そのような経験は成長につながるものだ。一人前になりたいのなら、事実に向き合わなければならない。友の協力があれば、
より順調にことが進むだろう。Thank you.